分かりやすいかな。まずそこから入る。でもなんか小学校でやったのと共通したいのは天気図ってものがまず出てきて、で天気図見ても面白くないと思うんですよ普通は、うん、普通はだから佐々木恭子は面白いかもしれないけど、普通はこのグニャグニャした線が地図の上に乗っかってるっていうわけのわからないものを見て面白いと思える人はいないと思うんですよ、気象学を知らないんだ、うん、でも気象を楽しむためにはこれが気象を楽しんでる人たちはこの地図を見てニヤニヤしてるわけじゃないですか、うん、天気図というわけのわからないものを見て何が面白いのかわからないけどニヤニヤしてる、それは何でかって言ったらそのここに出てくるいろんなキャラクターの声を聞き取ってるから僕は思ってるって話を最初にするんですね。で例えば台風っていうのがここに「台」っていうマークがあるじゃないですか。でもここで「台」っていうマークでこうなんか線がぐるぐるって書いてあるだけだと声は聞こえてこないから、じゃあ例えばじゃあこいつが何て言ってるか言いましょうかって話をするわけです。あいいね、言いましょうかって言って言いましょうかじゃあそこでさらに間を空けてみんなが聞く体制になってから突然叫ぶっていうのは言いますよ。死者でいいの？何て言ってるかそれぞれ予想して聞いてほしいんですよ。マイク使うんですよ、うんうん、で俺はもうマックスのボリュームでシャウトしたいわけ。イエ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 イって言いたいんだよね。俺様は台風の風やねん。俺様の強い風でみんなぶっ飛ばしちゃうぜ、フーフーっていうところまではやりたいんですけど。これだけやれれば俺はもう帰って。いやね、もう十分です。もう十分で、あとは別に台風だけじゃないですよ、キャラクターって。その気象の世界には無数にキャラクターがいるわけじゃないですか、うん、その雲一つとってもキャラクターに見えるし、雨粒一つとってもキャラクターに見えるはずだし、そいつらがそれぞれ何て言うのか、それを想像してみようぜって話だと。俺、気象学っていうのは気象を楽しむ心っていうのはから入るんだったらそういうところじゃねえのか。でも結局それは気象を学ぶことと一緒じゃないですか、うん、いう話が僕はしたいです。そういう話として、じゃあ例えば具体的にじゃあ積乱雲の気象をやってる人がどんなストーリーを感じ取ってるかって言ったらこれですよとか、そのストーリーはストーリーが結果的にもたらすその地上で我々暮らしてるから、結局じゃあ予想して避けたり備えたりってことをするためにはこういう人必要でしょっていう話とか、なんかそういうつながりが欲しい。最初僕が喋って普通にまあ導入やるけど、うん、その後やっぱり冒頭にこの話が欲しいんですね、うん、冒頭にしたい気もしてきた、うん、でそうするとなんかこのセッション全体の方向性っていうか、うん、なんでこうパーセル君とかが出てくるのかとかっていうのは分かるし、でそういうのを元崎さんはもうセクションじゃなくて言いたいことだけ言ったらなんか袖じゃないけど全然それでもう隣にいて、であと他のセッションにひたすら絡むとか、常にそいつどういう性格なの？じゃあ例えばね、これ今これ一つ出しましたけど、これ以外に無数にあるっていうのの一つを見てみようじゃないのっていう話と、じゃあそのキャラクターを知ったらどんだけ自在性を持って我々予想して備えてっていうことができるようになるかって言ったら、それが予報士でしょっていう話をして、そこまでこう共通言語が成り立ってくると宇宙にも飛べるぜみたいな。飛んだな、遠いと思うけど割と共通して話せること見える世界があるんだっていうところまで同じ共通言語で宇宙もできる。だから気象学っていう共通言語を手にするっていうのはどんだけ自在性が宇宙を手に入れてました、うん、宇宙を手に入れるのと同じぐらいすごいことだと。ちょっと話で隠して終わったら折尾さん最後締めていただいて、そうそう、で終わりまでに、ね、なんか防災の話ちょっとだけやりたい。防災の話してこうか、防災の話、うん、そう、なんか最後でだから4人でそれが結局防災っていうテーマにした時に何や共通言語を知ることによって、だからなんだっけ、なんだっけ、知りたくなければ気象学
って気象力だね、立花さん、そうそうそう、みたいな、この、ね、共通言語を手に入れること